君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。義歌大を PR するのは義歌大大大大大好きな18人の学生たちです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は広報誌の編集や SNS 動画サイトなど手広く楽しむ義歌大学生広報サポーターの活動を紹介。メンバー選抜3人の義歌大生に聞きます。3人いらっしゃいますんで、お一人ずつ系とお名前ぐらいをちょっと教えてください。はい、電気電子情報工学課程の、坪田半蔵です。よろしくお願いします。はい、情報知能工学専攻の島田です。島田光太です。はい、よろしくお願いします。電気電子情報工学課程の唐沢光太郎です。よろしくお願いします。3人とも、義歌大学生広報サポーター。はい、そうですね。で、何なんですか？義歌大広報サポーターというのは、簡単に言いますと大学の広報のお手伝いをさせていただいている、まあ、学生ってことになりますね。義歌大の広報。はい、そうですね。例えば、まあ、公式の SNS であったりですとか、大学のパンフレットの一部をちょっとお手伝いさせていただいて作らせていただいてるみたいな。それってなんかサークル活動みたいなもんなんですか？まあ、ちょっとサークル活動というとちょっと違うかもしれないですけど、大学の方から募集があって、実際に面接して、受かった選ばれし18人みたいな。18人いるんですか？あ、そうですね。今後も増えるかもしれないですね。それはちょっと分かんないんですけど、はい、18人いますね。あ、これ辞めるっていうまではもう毎年毎年別に任期があるわけじゃなくてずっといられる？それはちょっと分かんないんですけど。というのもこれ2020年度から始まった、まあ、新しい試みなので、僕らも1年目でちょっとあんまりよく分かってないんですね。みんなよく分かってない。誰もよく分かってないけど、はい、とりあえず始まったっていう。とりあえず、はい、始まったっていう感じなので。島田くんはなぜ、はい、立候補したんですか？そうですね、それこそ今のコロナであんまりサークル活動とかちょっとできてなかったので、何かこう活動したいなと思って、ちょうどこういう講座ポートの募集があったのでやってみたいなと思って応募したって感じですかね。はい、坪田くんはなぜ？僕はこれちょっと言っていいか分かんないんですけど、義歌大のなんか広報の動画が画質がすごい悪くって、これどうにかしなくちゃいけないなと思って俺がやると、はい、でも面接でこれ言って受かったので。そして唐沢さんはどういう動機で？この義歌大に入学する前に結構、まあ、他の大学と、まあ、調べて比較したりしてたんですけど、まあ、義歌大ってまあ魅力はたくさんあるんですけど、ただそれがいまいち自分で調べてる感じだと伝わりにくいなという部分があって、広報サポーターになろうと思いました。なるほど。実際入ってみると、なんでこういう魅力があるじゃんっていうところがいっぱい気づいたわけなんですね。そうですね。はい、まあ、こういう思いの18人が集まって活動してるんだと思うんですけれども、まあ、具体的な今何をやってるかっていうところを今日は伺っていきたいなと思うんですけれども。そうですね、先ほどもお話しさせていただいたちらっと言ったものですけど、公式 SNS の、ね、素材提供ですね、が結構やってる人多いですね。あ、これは義歌大の公式 SNS。 はい、そうですね、例えば、まあ、Facebook とか Twitter とかそういったものに、まあ、義歌大の研究室の様子でしたりとか、まあ、日常的な風景だったり、まあ、学食の、まあ、ランチメニューだったり、そういった、まあ、日々の生活の、まあ、なんですかね。例えば柴田君は最近あげた。あ、僕は研究室で育てているメダカの写真とかあげてます。そう、研究対象になってます。あ、全然違うんですけど、ロビーにあるいつも僕たちを出迎えてくれるお魚たちを、まあ、投稿している感じです。メダカを使って研究してるわけじゃなくて。あ、全然違います。可愛いから買って。あ、そうです、そうです。癒してくれる、そのやっぱ研究杯結構、ね、煮詰まったりしてくると、そういう魚たちの前に行って、
癒してもらうっていう大事ですねそういう場面もね。そうですね、はい、はい、唐沢くんは最近何あげてますか。私は結構、まあ、グルメをあげることが多くて、この間であれば、まあ、学食で月曜日と金曜日にお得に朝食を食べられるっていうことがあるんですけど、うん、それについての写真を投稿しました。朝食が充実してるんですね、はい、義科大は。そうですね、結構、まあ、ご飯と味噌汁とおかずがあってバランスよく食べられるので時たま利用してます、うん、まあ、やっぱり、うん、まあ、寮とかアパートとかで生活してるとなかなか朝っていうのは、まあ、しっかり作ることが難しいので、うん、そういったものが大学で用意されてるっていうのはとても助かっています。唐沢くん、ちなみに一人暮らし歴どれぐらいなんですか。義科大に編入する以前に、まあ、高専に、あ、高専の時も一人暮らしだった。寮で、まあ、共同生活という感じで、まあ、本格的に、まあ、寮で自炊とかを始めたのは去年の4月からです。そんな時に学食で用意してくれる朝ごはんは心にしみるわけですね。そうですね、やっぱり朝からしっかり食べれると一日を元気に過ごせるのでとてもいいです。というような、あの理科大生の生々しい SNS が上がっているのはこの学生広報サポーターのおかげということですね。その他活動としてはどうでしょう。その他ですね、広報誌天白の編集、まあ、一部ですね、ページの編集なども行っております、うん、はい、ラジオをお聞きの皆さんね、あのご覧になったことある方いらっしゃるかどうか分かりませんけれども、広報天白という、まあ、ウェブでもご覧いただけるんですけれども、今ここのテーブルの上には紙のものが載ってるんですけれどもね、この広報天白って実は僕も記事を書かせていただいてるんですけども。そうですよね、毎回、はい、これに学生広報サポーターも見開き2ページ、はい、今回担当させていただきました。あの今回は何の記事を書いたんですか。特集、義科大生の今というページを担当しておりまして、うん、こちらその担当ページの企画、実際に学生さんへの取材、また紙面のデザイン、編集、これすべてを、まあ学生主体で行って作成したってことになります。はい、それ今僕見てるんですけれども、もし皆さんもね、あのウェブできる環境にあったら広報天白検索して見ていただけるといいんですけれども、すごいなんかファッション誌の特集ページみたいにきらびやかで、ありがとうございます、黄色いパソコンのモニター風のところからいろんな学生さんたちがにょこんにょこんと出てくる生の写真がね、目線入れずに生々しく登場しておりますが、現役義科大生に聞く3つの質問。はい、そうですね、実際に、はい、取材させていただきまして、うん、今回のテーマが、オンラインでの活動について、さまざまないろんな方がいらっしゃったのでそれを聞いたってことになりますね。あ、授業とか何でもオンラインってことが増えてるわけですね。はい、そうです、オンライン授業もそうですし、研究もオンラインでやってる学生さんもいらっしゃいますし、うん、サークル活動、留学、インターンと本当にいろいろオンラインで、義科大祭も、あ、そうなんですね、義科大祭も実際にオンラインで開催しましたし、その主催者の方にもインタビューして実際に苦労をやったり体験談みたいなのを、はい、聞いています。楽しいですよ、あるオンライン授業の1日みたいな感じで、何時に寝て何時に起きてうんぬんかんぬんっていうことが、あの円グラフみたいな感じで出てるんですけども、案外義科大生寝てますねそうですね、まあある日なんで寝てる日もある8時間寝てるじゃないですかそうですね、ちょっと考慮してくれたかもしれないですねイメージ的にはあの義科大生寝不足っていうイメージがあるんですけど、あ、まあそう、まあ、人によりけりですけどねはい、という楽しいページですけど、いや大変じゃないですか、これだけのボリュームを。はい、そうですね、やっぱり最初に原稿がこう上がってきて、取材でこういうこと聞きましたみたいな文章でバーっともらって、それをどうやってデザイン的に分かりやすく伝えるかっていうのはすごい難しかったし、どうやっていいかも分かんなかったとこが特に難しかったですね。なんか助言してくれる人はいるわけですか。あ、それは、うん、あの編集をされたことがある広報係の、あ、職員の人、はい、職員の方に、はい、伺いながら、あといろんな雑誌の紙面を見てみて、いろいろ参考にして、うん、っていう感じでしたね。なんかこう全体まとめてみて見えてきました、オンライン。
あ、そうですね、全然なんかオンラインになって人とのつながりがなくなって、授業もオンラインになったしサークルもオンラインになって友達に会うこともなくなったんですけど、うん、広報誌作って、まあ、いろんな人と喋ってみて、うん、で先生とかともこうコミュニケーション取って、なんか一番得したのって案外その取材とかした広報サポーターだったのかなとか思ったりしました。まあでも楽しいからやってるんですもんね、はい、というような、広報誌天白の、編集部も発足しているという、義科大学生広報サポーターです。その他活動としてはどうでしょう。その他には新しく義科大周辺マップというものを作成しました。これもですね、我々の手元に紙であるんですけれども、 A4 の大きさでね、はい、カラーで、義科大周辺マップっていう、まあ、皆さんも想像していただければいいんですけれども、義科大周辺と言いながら義科大の南の方はあんまり何もないので義科大の北側ですね、義科大がね地図の一番下の方にあって、小松原街道と259号線のこの二等辺三角形、23号線を底辺にですね、その辺りのいろんなランドマークがすごい可愛いイラストで書いてあるんですね。はい、まあ、今コロナ禍で、まあ、大学見学とかもまあ最近は少しずつまあ行われるようにはなってきてるんですけれども、うん、まあ、このままなかなか大学に来る機会がないと大学周辺のことを知る機会も少ないと思うので、うんうん、実際にこう大学周辺のことが分かるマップを作って、うん、まあ、新入生が生活するときに困らないようにしたいという思いからこのマップを作りました。ファッショナブルな若者たちが歩いているイラストとともにですね、いろんなランドマーク的な建物が縮尺関係なく大きなイラストですですね、楽しく描いてあって、義科大の建物は、もちろんのこと道の駅豊橋とかね、リスパ豊橋とか周辺のものがあって、ちょっと遠くに行くとイオン豊橋南店とかね、あとは電車が厚見線とか JR とかだーっとここはこういう風になって駅はここにあるよっていうこととか、忘れちゃいけないノンホイパークとかラウンドワンとか、あとは食べ物屋さんがすごいバーっと店の建物というよりはそのメニューの姿で載ってるのが食欲をそそりますね。そうですね、こういうデザインは学生広報サポーターの方で考えたんですか。載せる店だったり、うん、このお店はこういったイラストを用意してくださいっていうものを、まあ、制作会社さんの方に連絡して、うん、帰ってきたものを元に話し合いを重ねながら調整して作成しました。唐沢くんのこだわりみたいなところはどういったところ特に注文つけた感じですか。その、まあ、店の位置を調整したいとか、うん、どのお店のどういったものを絵にしてもらうかっていうところでは学生の意見が取り入れられてます。コメダコーヒーはコーヒーの絵じゃなくてシロノワールを描いてほしいそこはまあコメダの絵をお願いしたらシロノワールのこれは向こうからシロノワールできたんですね。シロノワールであればいろんな人がコメダコーヒーを連想することができると思うので、そうですね、良かったと思います。コーヒーの絵じゃね、どこの喫茶店か分かんなかったりしますもんね。いやでもね、コーヒー屋さんもね、アポロコーヒーが載ってたりとかね、義科大のマップならではじゃないかなと思いますね、はい、あとカラオケ店も網羅してますしね、自動車学校も。そうですね、上は一番限界が愛知大学、お友達の大学がポンと一番端の方に載っておりますけれどもね、可愛らしい地図になっておりますが、実は裏もあって、裏ひっくり返すと同じ地図なんですけれども随分印象が違っていて、今度はこの固有名詞がみんなアルファベットで書いてあるんですね。そうですね、やっぱり義科大は留学生が結構いらっしゃるので、うん、まあ、そういったところも配慮して、まあ、作る前から日本語版と英語版は作るという形で進めていました。よく見るとピックアップされているお店もイラストも同じなんですけれども、塗ってある色が、まあ、色変えていいところは例えばお姉さんの服の色とかね、そういったところは変えてあるんですね、はい、もちろん白のワールの色は同じなんですけれども、あとはバッグが日本語バージョンはオレンジというかベージュ系の色一色だったんですけれども、こっちはグレーとちょっと濃いめのグレーのストライプになってますよね、横縞の。
まあ、これもその、まあ、制作会社さんと結構やり取りしてる時にデザインの案として、まあ、いくつかあって、まあ、せっかくなので日本語版と英語版でデザインを変えて作ろうということになりました。もうパッと見て分かりますもんね。まあ、結構いろんなところにこだわって作ったのでぜひ役立ててほしいです、ね、学生さんはこれ見ることができるかと思いますけれども、一般の人がの目に触れることは ないですかね。なかなか。そうですね、新入生には配布されるんですけどなかなか。あ、新入生がもらえるんですね。はい、こういうのって見てると楽しいですので、いろんな人に見ていただけるといいなと思いますね。はい、その他どうでしょう。その他ですね、あと YouTube の企画として現役技科大生に聞くというコーナーを立ち上げました。あ、いよいよあの YouTuber になったわけですね皆さん。あ、ついにデビューさせていただきました先ほどちょっと見せていただいたんですけれども、ボリュームもあれ2分ないぐらい。そうですね、はい、あの実際にそのオープンキャンパスの方で高校生や高専生から寄せられた、まあ、よくある質問に対して現役の技科大生が、うん、まあ、一問一答で回答していくというような内容になってます。その一問一答が一つの動画になってどんどん上がっていく、はい、そうですね、はい、うん、2分から3分ぐらいなので本当に見やすいと思いますので、ぜひいろんな人に見ていただきたいなと思ってます。もう何本か上がってるんですか。まあ、おそらく上がってるんじゃないかな取材させていただいているこの1ヶ月前の時点では今のところ何本。今のところ1本やっと上がった。その記念すべき第1弾のテーマは何なんですか。第1弾のテーマは、授業の半分は英語と聞きましたが、うん、予習はしていますかという質問です。なるほど、これ気になるところですね。そうですね、ここで答えてしまうと意味がないので、うん、ぜひ動画の方を見ていただければと思います、はい、決してね、でもね、あの答えている本当にあの現役技科大生が答えてるんですけど、その学生に偏ることなく全体を考えて答えてるところがすごくいいですよね。みんなこうですよみたいな。ありがとうございます。実際に動画に出演してるのは僕と坪田さんなんですけれども、今後は、うん、あの他の学生もどんどん出演予定ですので、うん、あの女子も見たいですよ。女子 もう、はい、すでに撮影は終えてるんですけどそうなんですね。そうなんですね、ちょっと編集の方であの苦戦しておりましてあ、はい、こだわってやっぱり、まあ、そうですね、はい、あのこだわりが強い集団ですので例えばその、今上がってるのなんか第1弾ということで特に力入ったと思うんですけど、はい、どういう動画にしたいっていうふうに思って。そうですね、やはりその技科大を志望してくださる高校生や高専生の方の、うん、まあ、疑問とか悩みとかそういったものを少しでも解消できたらいいなという思いもありますし、うん、現役の技科大生はこういう風な様子だよということをが少しでも動画から伝わればいいなと思って、作っています。坪田君、あのYouTube 動画は初出演ですか。初でしたね、はい、緊張というかあの楽しかったですよくわかんないな、初めての体験でワクワクしました。どうですか、あの自分が YouTube の、 あの枠の中で喋っている。いやでもなんか最近それこそ YouTuber とか増えてるし、なんか今すごい新鮮な感じするけど、なんか新しい、まあ、きっかけとして、うん、こう自分が YouTube とかなんか情報発信する側に回れるってすごいいい経験だなっていうのは感じました。ちょっと癖になりそう。癖になりそうですはい、これからどん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 上がってくると思いますんでね、ぜひ皆さんも見つけていただきたいなと思います。はい、その他にもですね、うん、大学見学の引率なども行っております。大学を見学に来るっていうと高校生とか。はい、そうですね、実際にその受験を考えている高校生でしたり高専生の方の、うん、まあ、見学の引率が主な業務なんですけれども、うん、いやでもね、技科大生やってても、はい、自分のこう研究室とかは行くけど他のところってなかなか行く機会なくないですか。そうですね、まさしくそうでして、うん、僕はあの情報系なんですけれども、
あの実際にその引率で情報系の研究室にご紹介したことはなくてですねあのほとんど建築でしたり機械でしたりとかそういったところを、はい、紹介させていただいてますね。自分のところは見せられないなこりゃと思ういや そういうわけじゃないんですけども、うん、まあまあそうですね、ちょっとまあいろんな本当にいろんな研究技科大ではあるのでとにかくいろんなところを見てほしいということでそういうふうにあのいろんな研究室を紹介しているって感じですかね、うん、なんか小学生の子も来たっていう話を。あ、そうですね、あの小学生の子供たちもちょっとあの社会科の勉強ということで技科大に来てくれてあの僕は10人1人で引率しましたね。何年生？小学2年生です。2年生、はい、2年生ぐらいだともうなんか20歳超えるとみんなおっさんっていうイメージだと思うので、はい、もしかしたら勘違いしてあの島田くんのことを教授だと思って、はい、今日は島田教授に会ってもらいましたって学生か教授か多分分かってないんじゃないかなと思うんですけど、実は小学生の方からあの感想を書いた紙をわざわざ送ってくれまして、お手紙が届いた。そうなんですよ、お手紙が届き、島田さんへあの今日はどうもありがとうございましたみたいなあのお手紙が届きまして、その最後にはあの高校卒業したら必ず技科大に進学しますというふうに書かれていたので、お、はい、ま、はい、そんな宣言が一人は確定ということで、はい、難しいぞって答えてあげてください。すごくあの何でしょう、貴重な経験というか、この年になってなかなかいろんな年代の方と接する機会というのはあまりないので、うん、すごく、はい、楽しくてとても貴重な経験をさせていただいております、はい、へえ、なるほど、技科大学生広報サポーターすごくやりがいのあるお仕事だと思いますけれどもね、職員がやるんじゃなくて学生がやってるっていうあたりがね非常にあの生々しくて、それこそ、入学を希望している考えている学生さんたちにも非常に重要な情報になるんじゃないでしょうかね。技科大学生広報サポーター現役メンバーの3人お迎えしてお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。白の城、今日から使いたい技科大業界用語のコーナー、恒例今日から使ってほしい技科大業界用語のコーナー。技科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました学生広報の業界用語は、技科大学生広報サポーター。技科大学生広報サポーターは技科大生の目線から大学の魅力や雰囲気などを皆さんにお伝えするそういった取り組みです。日々は幸せだった、楽しかった、充実していたと思うのは年を取ってから。ど真ん中を生きる本人は悩んで悩んで苦しい日々。次週4月16日の天白の城は悩める技科大生を支える大事な部門学生相談を担当する心理カウンセラーのお話、技科大特定准教授野原和則先生に聞きます。お楽しみに。